ついにスイッチ版マインクラフトが発売されたぞというわけで、今回は画面分割の二人プレイをやってくよ。まずはシード地を適当に決めるところからだな。よし、はい殺す。待って、神シードかもしれないじゃん。さあ、私たちの冒険が始まるよ。お、こんな感じで分割されるんだな。友達が家に来た時もコントローラーさえあれば、一画面で複数人で遊べるね。友達がいればの話だがな。てか周り砂漠じゃん。マリサの心の貧しさが現れてるしね。生きるって、この動画には目標あんのか？ないよ。え？ないです。おい、ここは無理やりにでもあるって言えよ。せっかくクリックしてくれたイケメンボーイや可愛い嬢ちゃんたちが帰っちゃうだろ。そうだった。皆さん、たった今目標ができました。マイクラ動画の頂点を目指します。身の程を知れ込み。ミトコンドリア、しりとりじゃねえよ。砂漠に家作るのは味気ないし、広い草原バイオームを見つけたいね。確かに家は草原に建てたいよな。てかバラバラに行動すると危ないから早く合流しようぜ。二人がはぐれた時は、片方が最初から持ってるマップを写して、もう片方がそれを見ながら歩いていくのが楽でいいよ。これも画面分割プレイならではのテクニックだな。お？村だー。ちょっと見つけるの早すぎない？ムラムラしてきたー。パンチが重すぎる剣について、さっさと鍛冶屋探して、アイテム盗むぞ。でもこの村に鍛冶屋はないっぽいよ。なんだよしけてんなー。もっとすごいものはあったけど。まさかとは思うが、これはなんだ？ピラミッドですね。お前序盤から村とピラミッド発見かよ。どんだけついてんだ。ほらー、やっぱ、マリサのバカ、は神シードだったじゃん。私は絶対認めないからな。お前絶対感圧板踏むなよ。そんなベタなミス幼稚園生でもしないって。微妙い。こっちも微妙いぞ。まあ序盤に骨あると作物育てるの楽だから。なんだよこれひどすぎだろ。ゾンビ肉しかねえ。どんだけゾンビ肉入ってんだよ切れそう。まあサドル手に入っただけマシでしょ。確か近くに馬いたよね。その前に、ベッドがないからここで一夜明かそう。女同士、密室、ピラミッド。何も起きないはずがなく。なんもないです。馬を探そうと思ったら、水漏れが発生してました。これどっから水出てるんだろうか。おねしょみたいだよね。マリサが機能してた。てねえよ。てかもしそうだったらおねしょの量やばすぎだろ。馬を手名付けました。序盤から使えるから探索がめちゃくちゃ楽になるぜ。よし、馬たちに名前をつけてあげよう。これ相当センスいい名前つけないと火傷するやつじゃん。大丈夫。視聴者の皆さんはきっと菩薩のような心をお持ちだから、滑っても何も言わないよ。じゃあアレキサンダーで、ダサ、世界中のアレキサンダーに土下座しろ。で、霊夢はなんてつけた？ふ、聞いて驚くなよ。キャロップ、困ったらポケモンの名前つけるのやめろ。ムキー、じゃあこの中から一つ選んで、なんで馬じゃないやつがいるんですかねー。じゃあもうコウシ君でいいよ。まあコウシ君死んじゃったから別の馬に変えたんだけどね。ハム太郎さん。じゃねえよ、なんで死んでんだよ。収録外でこんな感じのことが起こってました。絵が下手くそすぎる。で、今日は何する？とりあえずこの辺を探索しよう。広い草原を見つけるまで拠点はあえて立てな。マリサ、私今日死ぬかも。メサをこの段階で発見するなんて、なんという豪運。通過位置的に初期地点の横にあるよね。やっぱ、マリサのバカ、は神シードじゃん。いや、メサが引けるシードなんてたくさんあるから。ピラミッドもあったよ。泣いていい？私の胸の中においで。もっとスタイルいい人がいいですし、みたい。さっきのピラミッドが割としょぼかったからこっちにダイヤがあることに期待だぜ。水垂らしといたから頑張って降りてきて。あざーっす。協力プレイだと楽だね。霊夢が来るまで宝箱は開けずに待っとくよ。はい。あ、そうだ、感圧板ちゃんと取った？まあ助かるよ、まあ助かる、まあ助かる、まあ助かる、まだ助かる。ここまで見てくれたみんな、どうもありがとう。チャンネル登録、Twitter のフォローは、お済みかな？まだ済んでない方は、登録してくれるとありがたい。あとこのチャンネルの登録者が、2万5000人を突破したぞ。みんな、ありがとうな。